금일 2회차 저희 컨퍼런스는 본격적으로 대안에 관한 이야기를 하고자 합니다. 따라서 제2회차 주제는 취향과 주거 다양성이 바꿀 새로운 청년 주거의 가치라는 주제로 선정을 했고요. 현재 청년들에게 한국에서 자기만의 주거 공간을 가진다는 것은 참 어려운 일입니다. 그래서 필요한 것이 주거 다양성이라고 생각이 듭니다. 사실 이제 값비싼 아파트나 좋은 입지에 그런 오피스텔만이 좋은 주거라고 인식을 하고 있습니다. 이러한 측면에서 다양한 주거 형태의 공급이 필요하다고 생각을 합니다. 예, 이러한 측면에서 오늘 저희는 일본의 도쿄알 부동산의 사례를 좀 들어보고요. 한국의 어반 하이브리드 이상욱 대표께서는 쉐어원이라는 브랜드 등을 소개할 계획이 있습니다. 첫 번째 발제자는 일본의 그 도쿄알 부동산의 요시자토 히로야 상입니다. 사실 이제 아시다시피 코로나로 모시지 못했고요. 영상으로 대신하도록 하겠습니다. 皆さん、こんにちは。吉里と申します。僕はですね、東京で、東京アル不動産という不動産屋と、スピークという、設計事務所をやっています。主にこういう形で、まず建築設計、不動産の仲介、あとツールボックスという、家を作る建材の、ネットショップですね、の、経営ともやっていました。で、業務内容としてはこんな感じ。まあ、設計をして、自分たちで、そこの管理等もして、実際にお客さんに紹介して、まあ、不動産の仲介をやっていくような。いわゆるこう、建物が、場所を探して建物を作って、で、そこに実際に住む人とかを、まで、面倒を見るようなことを、やっています。で、これが、去年かな。ソウルで、イベントに登壇させてもらった時の、のインタビューの内容になります。ちょっと僕読めないけど、なんかいいことが書いてあるかもしれないです。で、実際にこういった古民家を再生した、住宅だったり、いわゆる集合住宅、マンションですね、の設計を行ったり、あとオフィスとか、住居だったり、オフィスとか、飲食店だったり、最近だと、ここにあるような古民家を改修して、宿泊施設に、リノベーションしたりということもやっています。これ最近のプロジェクトですけど、これノームという、大阪にあるホテルですね。もともとオフィスビルを、宿泊施設に、コンバージョンしたものだったり、で、これも、今年に入ってきた、宿泊施設なんですが、100年ぐらい前のこういったオフィスビルの、外壁のパネルを、外すと、こういうのが出てくるんじゃないかと思って、実際に外すと実際に出てきたと。で、これをリノベーションして、今は K5 っていう、まあ、宿泊施設と飲食店の複合施設ですね、に、なっていたりします。こんな感じで、基本設計と不動産が軸なんですが、社会の課題と事業の課題を空間と仕組みのデザインで解決していくというようなことで、やらせていただいております。で、今回は、主に、R 不動産の、活動の話を、させていただければと思います。R 不動産っていうのは、いわゆる不動産の、仲介を行うウェブサイトです。で、これがトップページなんですが、こういった形で真ん中に、物件が、並んできます。お客さんは実際にこの情報を見て、物件を買ったり、借りたりすることができるという。で、僕らとしては、そこで、お客さんと物件をつないで、いわゆる不動産の仲介料ですね、仲介フィーをいただいて、やっているということになります。で、これが物件のページなんですが、特徴としては、なるべく多く写真を、見せるということに加えて、写真だとなかなか、表現できないような、空気感だったりとか、微妙なニュアンスみたいなもの、あとはオーナーさんのこだわりみたいな、ものを、コラムという形で、一つのストーリー立てして紹介していくというような、方法をとっています。
で特に特徴的なのが、ここにあるような、アイコンですね。物件の、不動産の、特徴を、こういった形で、例えば倉庫っぽいよとか、天井高がすごい高いよとか、窓から、川が見えるよとか、そういったものをこういったアイコン化して特徴化して紹介するというのが、最大の特徴ですね。でこれまで、日本だと、いわゆるこう駅からの、近さだったり、あと値段ですねというところだけで、いわゆるもうエクセルの表みたいなところだけで不動産情報が、語られていたんですが、実際にじゃあ家に住もうと思ったときにそれぞれの個性が当然あるわけで、それをちゃんと伝えないと、その物件不動産なり家の価値っていうのが伝わりにくいなと思って、こういった形を、取りました。で具体的にはこんな感じで、これ東京の都心部なんですけど、23区なんですけど、微妙にこう、ある、渓谷、トドルク渓谷っていうのがあって、そこに面した、部屋ですね。窓を開けると、都心部なのにもかかわらず川が流れていて、窓から緑が見えるというこういうような物件だったり、であとは、屋上最上階の物件ですね。でこれは右上の写真で赤く、囲ってあるところが部屋で、それ以外が、バルコニーになります。こんな感じですね。部屋よりバルコニーが、広い物件だったり、あとは、いわゆるこう古いんだけれども味があるレトロな物件で、こういった、東京でも昔もう築何十年以上の、物件なんだけど、残っている物件になって、でそういうようなものを、紹介したり、あとはこれは、日本の伝統的というか、昔からあるいわゆる木造の、賃貸住宅ですね。風呂なしアパートとか呼ばれてるものなんですけど、で実はこの、物件が、有名な、漫画家が売れないときにここで、漫画を描いていたっていう、そういうストーリー付きの物件 でやっぱりその人のファンだったり、そういった、空気を共有したお客さんとかに対してちゃんとその情報も伝えるみたいなことをやっていたり、あとはリノベーションが可能な物件ですね。でこれも廃墟みたいなんですけど、基本的に何どんなことをやってもいいですよっていうような形、内装は自分でやってくださいっていうような感じの物件ですね。でやっぱり人が作ったものよりも自分が作った家とか自分が手を入れた家の方が愛着が湧くので、そういったリノベーションが可能な物件というのも、多く取り扱っています。あとこれはあれですね、有名な建築家が手掛けた物件、これは安藤忠雄さんっていう建築界のノーベル賞って言われてるプリツカー賞っていう賞があるんですが、それを取った人が設計したような、大豪邸ですけど、そういうような物件だったり、あと変わったところで、日本でいう、神社ですね。神社の、中にあるような物件で、こういう物件は外国の方ほど好んで、僕らがこれ、出しに行ったときは、フランス人の大学の先生の方がここに住まわれたりとかっていう、そういう、物件とかを紹介しています。で、こんな感じで、基本的にはどんな物件を紹介するというよりも、僕らが実際に探してみて、良いなとか面白いなと思った物件のみを、セレクトして紹介していく。で、そのセレクトの特徴というのが、先ほど、お話しした、物件の特徴を示すアイコンなので、物件数自体は実はそんなに多くなくて、今だいたい東京ある不動産東京で、月100件ぐらいですかね、紹介していくような、ことをやっています。あとは、この後お話しするんですが、いろいろグループサイトがあって、そのグループサイト全体でおそらく今、月間で500万ページビューぐらいは出てるんじゃないかなという感じになってます。なので、僕の感覚としては、不動産仲介業をやってるんですが、なんか雑誌を作ってるような感じ、そんなイメージで、サイトの運営を、進めています。で、そう、だから繰り返しになりますけど、単なる不動産屋というよりも視点を変えて不
不動産を紹介するメディアというのが、R 不動産です。今こんな感じで、日本全国で10カ所ですね。10カ所の場所で、展開しています。あと本も、いくつか出ていて、おそらく最近この右下の、だから僕らはこの働き方を選んだって本が韓国で出版されたという話は聞いています。これはなんかどちらかというと僕らの働くスタンスだったり仕事に対する考え方だったりみたいなのをまとめた本になります。あと R 不動産から派生したサービスとしてツールボックスという建材のネットショップも運営しています。でこれはですね、いわゆるこう素材感とか手仕事感とか、そういった、なんだろう、工業製品だとなかなか出てこないような商品を、多めに扱ったりとか、あとは、実際に住む空間を自ら編集しようということで、その時の、素人の人でも分かりやすいような、建材の選び方だったり、であとは、例えばですけど、フローリングの貼り方だったり、壁のペンキの塗り方だったり、そういうような情報を、届けるような、e コマースのメディアになります。R 不動産がいい空間と出会う仕組みだとするならば、ツールボックスはいい空間を自ら作るような仕組みですね。でこういうようなことで、両輪的にやっています。で例えば、これは置くだけのフローリングですね。で賃貸住宅とかだと、引っ越したときに、まあ、こういったものを、再利用するのがなかなか難しいんですけれども、これだと引っ越すときに家具と家具のように一緒にフローリングを持っていくことができて、また新しいお家で敷き直すことができる、まあ、そんな商品だったり、あとはキッチンですね。でこれはまあ、いわゆるできる限りシンプルにしたオリジナルの商品で、あんまりこう引き出しがどうとか、機能が食洗機がどうとかっていうのは後から自分でやるので、とにかくキッチンとしてのシンプルでスキューとしたものを、まあ、安価な値段で欲しいというニーズに応えてこういうものを開発していた。あとは取っ手ですね。これは、職人さんが手作り、一個一個手作りした、取っ手 で、1個が多分まあ1000円とか2000円ぐらいで買えるんですけれども、僕らがよく言うのは、いわゆるこう大きな部分を変えなくても毎日手が触れる部分っていうのをちょっとだけ良くしてあげるだけで、まあ、日々の生活がちょっと豊かになるよねみたいなことを言っていて、それの、一番分かりやすい簡単に変えられる例っていうのがこういう特典になるのかなと、そんなふうに思っています。これがショールームですね。今僕オフィスにいるんですけど、今このオフィスの一帯が、ショールームになっています。で、まあ、こういう感じで R 不動産もツールボックスもそうなんですけど、なんかやっぱりその作った人だったり、の思いだったり、その作る過程そのものですね、考える過程、作る過程っていうのを楽しんだりっていうことをすることによって、なんかその自分の住処だったり居場所に対して、やっぱり愛着が湧いて居心地がいい場所になるんじゃないかなみたいなことを、日々考えています。でこういう感じで、まあ、R 不動産全国だったりツールボックスような、まあ違う角度からのサービスだったり、そういうようなことをやっているチームになります。あと、特に最近都市に住むことそのものが、なかなか見直されるタイミングだと思うんですけれども、僕らとしても、都市に住むという両輪として新しい郊外みたいな考え方で、都市周辺、具体的に言うと、距離的に言ったら車で1時間とか1時間半ぐらいの範囲ってところに、なんか新しい形の住み方ができないんじゃないかなっていうふうに思って、立ち上げたのが房総 R 不動産っていう、サービスになります。もちろん R 不動産と同等に、物件を紹介していくんですが、どちらかというとこれからのライフスタイルの提案みたいなことを、考えたくて、実はもう10年以上前に立ち上げたサイトです。今こういうタイミングなので、やたらなんか反響があって、この本当に1ヶ月2ヶ月だけでトラフィックページビューが倍ぐらいになったりとかしていて、でやっぱ今後注目度が高まっていくのかなというような、そういうサービスになります。で場所としては東京の都心部から、
約車で1時間半ぐらいですかね、海沿いの、町になります。でこういった形で海に行くと、サーフィンだったり、釣りだったりができて、ちょっと中に入ると、昔ながらの里山の田んぼだったり畑だったり風景が広がるような、それでいて都心にも近いというそんなエリアになります。でここで、僕らは、ここの魅力を伝えるためにまず、東京都心部の人たちを連れてこようということで、何人も連れてきて魅力を、語りました。でその時に実際に、建てた物件の一つが、これですね。これ何かっていうと4棟の、長屋になります。でオーナーさんは、実は東京で会社員やってる、まあ、普通の方というか起業家とかそういうのではなくて会社員でやられてる方 でその方が、土地を買って、自分で、こういった、集合住宅を、建てたと。で僕らはそれの、企画設計、その後の運営とかを、お手伝いしたというような、まあ、そういう案件ですね。でこういう感じで、山荘になっていて窓からは、川が望めるっていう、まあ、そんな立地、もちろん海も近いんですけれども、でこういうのが、都心部、中心部だと、なかなか手に入れることが難しいんですが、このエリアちょっと離れるだけで、土地代含めてめちゃめちゃ安くなるんですよね。でイメージとして多分100分の1とか、もうそのレベルで安くなるんで、割とこう普通の方でも、こういう生活を実現することが可能みたいな、そんな場所になりますね。でこれも AR 不動産で、お客さん募集して、今でも、募集しているような感じの、案件になります。であとそれの近くで、土地ですね、土地の分譲だったり賃貸の戸建てだったりっていうのを、サーフビレッジという言い方をして分譲していて、でこういう形で、10区画ぐらいかなっていうのを、まあ、都心にではできないようなライフスタイルを、やるための、住宅住まい方の場所ということで、企画したりもしています。この中にこれできてますけど、こういう感じですね。あと実際に、まあ、自分たちも、実践してみようというの でこれがうちが持ってるボートハウスというか水辺沿いの小屋ですね。でちょうど僕もこの、先週から、昨日まで3日間4日間ぐらいかなここにいて、で実際に、なんかテレワークやりながらちょっとここで草刈りやったり、で地元の人たちと会ってミーティングしたりみたいなことを、まあ、やっていた場所で、やっぱり都心でこう思ってるよりもこういう開放的な場所に来ると、とてもはかどるの で、まあ、これからのライフスタイルみたいな話、ワークスタイルみたいな話になるとちょうどいいエリアになるのかなというふうに思っています。でここで、もう一つ、こういうことをやってる中で出てきたプロジェクトがこのトライアルステイというプロジェクトですね。でこれ、この房総から始まった、プロジェクトなんですが、何かというと空き家を利活用して、地域を元気にするというそういうプロジェクトです。で今、日本の人口がんがんもうこの10年以上減っていて、もう家が大量に余って、来始めています。おそらく韓国も、この後人口が反転 し始めると、これまで足りなかった住宅が逆に余り始めるみたいなことが、起きてくると思います。でそういうのを、単なるこう空き家で、厄介者だということじゃなくて、それは町の資産だというような、目線で考えて、じゃあ都心で、暮らしている人たちの2つ目3つ目の家として、それを利用したらいいんじゃないかみたいなことで、始めたプロジェクトですね。でも多くの場合いきなり最初からそこに引っ越すとか、まあ、移動するみたいなことってなかなか難しいので、まずは、1週間とか2週間の地域で空いている空き家を、試して、そこで試しに暮らしてみるというところものがこのトライアルステイというプロジェクトになります。でこれ、まあ、よく言われている、日本でよく言われている話なんですけど、人口が減っていくといろんな産業がそれに引っ張られて、衰退していくわけなんですが、それの代わりに人口を増やそうって言ってもなかなかこう増えてこないので、であるならば、実際に人の移動だったり、する、要は振幅というか活動の回数を増やそうみたいな感じのことを、日本では関係人口っていう言い方をしています。単なる観光ではなくて、ここにあるような単なる観光ではなくて、定住人口でもなくてその間の予備軍みたいな感じの考え方ですね。
で、これを喚起するのが、一つトライアルセルの目的だったりします。であと二つ目は、使われなかった空間を資源として捉えて、それを、流動化させるということですね。で実際に、それに伴って住まい方の考え方ですね。住む場所は一人、一箇所一個であるみたいな話ではなくて、住宅がいっぱい余ってるんだから、じゃあそれは、そこに魅力を感じる人たちが、まあ、週1回でもいいし、月1週間でもいいし、そういった、新たな住まい方というのが、これから必要なんじゃないのっていうようなことを思って、これも本当10年ぐらい前からやっています。なのでちょうどこの今のタイミングって、オフィスに行かなくても良くなったり、どこでも仕事ができるようにやっぱなりつつあるんで、非常にこう相性がいい、タイミングだなというふうには思っています。これが実際に使った物件、です。で、ちょっと、移住者の人が建てた小屋のようなものから、昔からずっとこのエリアにある農家さんの、豪邸から、そういうのをお借りして、1週間、2週間滞在していただくという、まあ、そんなプログラムになります。で、これも、この場所から発生して、日本のいろんなところで展開していて、今だと、もう去年までずっと10年、2010年から2019年まで、まあ、かなり多くの人が参加していただいたようなプログラムになります。で、こういう感じですね。で、これも、R 不動産のサイトでお客さんを募集して、実際に体験していただくというような、そういう流れをとっています。で、あと、こういうことをやってると、これまさに今の、話に近いんですが、どこで働くのかっていうことが、結構、重要に考えたくなってきます。でこれも今の房総エリア、外房エリアになるんですが、こういった中心市街地ですね。神社を中心とした中心市街地なんですが、現状、今のお話の通り空き家がすごい空いてると。この赤いところが空き家になります。でその中のこの2つの空き家を、僕らが借りて、リノベーションして、鈴峰っていう場所なんですけど、を、したプロジェクトになります。こういう感じで、建物を一部削ったりとか、リノベーションをして、まあ、こういうような、建物を作りました。これ何かっていうと、もともと住居だったものをオフィスと、商業施設の複合施設として、ちょっと使い方を変えて、実験してみたのがこの鈴峰のプロジェクトになります。これできた後の写真ですけど、これ中ですね。でここでやりたかったのは、もちろん住む場所として、これまで、まあ、いろんな空き家を使ったりとか、して、いろんなことをやってきたんですが、じゃあ、働く場所とかも、いろんな場所で働いた方がいいんじゃないかなと思って、で実際この場所は、実はサーフィンのメッカなので、この場所に例えば週、木、金できて、朝海に入って、で普通にこの場所で仕事をして、それで週末もそこで過ごして、東京の家に入って、で月火水は、東京のオフィスで働くみたいな。そんなことをイメージして企画した、案件です。これがちょうどそのオフィスの、スペースですね。6畳か8畳ぐらいあるようなところで、借りていただくような物件。特にもちろんシャワーがあったりとか、実際に寝泊まりできるみたいなことをやってみたりするような案件で、現実、こういった、まあ、コロナあんま関係なくて、その前から、いわゆる東京で働いているデザイナーさんだったりとか、ウェブ系のシステムの方だったりとかが、ここを借りていただいているような感じですね。なので、これからの時代、多分もっとこういうのが引き合い、増えるんじゃないかなというふうには思っています。あとですね、この施設、複合施設と申し上げたんですが、1階部分が、飲食店とトライアル、スペースになっています。トライアルスペースの方には、地元に住んでるお母さん方を集めて、仕事を斡旋するようなチームだったり、今入ってるのは、地元の町を、案内する施設の観光所ですね。というのが入っています。で、そういうこともあるんで、その1階部分が地域の人のハブになっていて、これは、地元の人たち中心にやった、バザーみたいな、時の風景ですね。まあ割と近くの方たちが自分たちでこういった形で、まあ、フリーマーケットみたいなことをやるみたいな。そういう場を、作りました。
こんな感じですね。これが1階のラーメン屋さん。で、まあ、こういうような感じで、なんかワーカーズライフって、本当ずっともう、僕自身もそれを体現してると思っているし、まあ、暮らす働くの線引きが曖昧になってきてるなっていうのを感じるし、それがこの半年ぐらいで一気に加速されて、それが一部の人しかできなかったことが、割と多くの人が意識し始めたっていうのが今のタイミングなので、どこに住むか、どこで働くかということも、改めて考え直すいい機会なのかなっていうふうに、思っています。最後、こういう形で、僕は建築、出身なので、空間デザインするところを中心に、素材を売ってみたり、メディアを作ってみたり、今みたいな、ちょっと離れた場所に人が集まるような場所を作ってみたり、みたいなことを、やっています。こういう形でなんかライフスタイルっていろいろ全部つながっているので、それをどうつなげていくかということが、重要だと思って、日々活動しております。ということで、今日はどうもありがとうございました。저희가대상으로하는것은다양한그냥단순하게주거공간뿐만이아니라주거공간을기반으로해서다양한활동들이나서비스들이제공되고그런것들이기타의코워킹오피스라든가리테일공간과같은것까지결합되면서지역주민들과같이사용할수있는그런공간들을만들고있고주거적인특징으로본다면조금더적정한가격대를가지고가성비높게끔이용할수있는그런주택계모형들을대중들에게좀더확산하는것들을목표로하고있습니다저희가뭐2013년부터본격적인주거사업들을시작을하면서어떤주택에뭐신축하는코리빙모델이랄까아니면은뭐장기공실이발생하고있는오피스공간을용도전환해서주거공간으로전환하는모델이나아니면다양한여성전용의주거공간또는도심제조업과관련해서활동하고있는그런종사자들을위한주거공간같이지역에따라서의특징들이나혹은사용자들의특성에맞는다양한공간들을공급하고있는중입니다특히그과정에서저희가조금더집중하고있는부분들은어떻게하면은개인들의일상생활에조금더안정적이고또한또개인의일상을좀더풍부하게만들수있는방법들을공간들을공급할것이냐에대한생각들을좀더많이가지고있고요그과정에서저희가갖고있는두가지프로세스는첫번째로는적정한가격들로공급하기위한부동산개발구조들을좀더다양화하고다양한모델들을활용해서가격들을공급가격들을낮추는방식들을사용하고있고요두번째로는사용하는사람들의일상편의성을좀더개선할수있는서비스들을붙여나가는방식들로진행을하고있습니다그러면서저이렇게그런개발모델들을만들고나서저희가어떻게어떤주거형태들을공급할까를했을때첫번째로시작했었던것들은좀더이 20, 30대청년들이거주하고싶어하는동네에동네지만기존의그런주거비용이나이런것때문에거주할수없었던동네대표적으로강남과같은지역들에어떻게하면은좀더적정한가격들로공급할수있을것인가에대한문제입니다저장표에정적인가격이라되어있는데이거는좀적정한가격으로좀바꿔생각해주시면될것같고요특히나그런직주공접이가능한형태로해서나의일자리와일하는공간과이사는공간들을좀더가까운지역에서움직일수있는나의동네들을만들어가는목표점을가지고시작을하게됩니다대표적으로저희가강남에시작하면서강남이가지고있는그런생활편의성그소위말하는어메니티그런다양한주거환경에대한문제들을조금더나의삶속에서그냥사용할수있도록하기위한그런주거공간들을만들게했고또한그러면서이동시간들을최소한으로줄여나가면서나머지잔여시간들을나의생활에좀더온전하게쓸수있는모델들을만들어나가기위해서그런적정한지역강남이라는지역이나이런데적정한가격으로공급하기위해서노력하고있는중입니다그러기위해서다양한개발모델들을쓰면서뭐저리용자들이나기본적으로는저희는뭐지주구공동사업의형식과방식으로해서건물주들자산소유주분들과협업할수있는방식들모델들을가지고있고요그과정에서의공공의용자기금들이라든가이런것들을적정한저리용자로해서활용을하는걸통해서가격구조들을개척해서낮추는방식들을좀활용하고있는중입니다
첫 번째로 그 보여드릴 거는 저희가 그래서 역삼동에서 처음으로 신축해서 운영하겠었던 모델이고요. 저희가 이 공간을 만들 때에서는 단순하게 주공간만 있는 것들이 아니라 업무 공간들이라든가 또 여가 문화 공간이라든가 이런 공간들을 복합적으로 가질 수 있는 주거 공간들을 개발하기 위해서 하고 운영을 하기 위해서 진행을 해왔고 주거 공간 같은 경우에는 그냥 단순하게 그냥 방만 있거나 기존의 쉐어하우스들 것 같이 방을 쉐어하는 방식들을 통해서 가기보다는 내 방을 온전하게 나 혼자 쓸 수 있는 그런 공간을 가지고 있대 다양한 주거 공간들을 공용 공간들을 공간 곳곳에 배치하는 걸 통해서 좀 더 삶을 좀 더 넓고 윤택하게 혹은 더 가성비가 조금 더 높은 공간들을 구성할 수 있도록 해왔습니다. 그래서 보시는 것 같이 한 3평 반 내외 정도의 개인실을 가지고 있고 그 다음에 15평 정도의 주방 공간이라든가 혹은 거실, 그다음에 뭐 테라스, 뭐 세탁실 이런 것들이 중간중간에 배치되어 있어서 3평짜리 공간에 나는 임대를 해서 살고는 있지만 실질적으로 내가 누리고 있는 공간들은 약 20평 이상의 공간들을 누리고 살 수 있는 형태들로 공간들을 개발하고 운영하고 있는 중입니다. 특히나 그것만 있는 것들은 아니고 건물 지하에는 다양한 여가 문화 공간들을 두어서 그 공간 안에서는 뭐 공연이라든가 혹은 강연이라든가 아니면 저희가 뭐 크리스마스 때 같은 경우에는 뭐 리스 만들기나 혹은 뭐 칵테일과 같은 그런 다양한 커뮤니티 서비스들을 제공하는 걸 통해서 사람들 간의 내적 교류들이나 혹은 또 그런 문화적인 것들을 퇴근 이후 시간에 혹은 주말에 이용할 수 있도록 하는 도록 구성되고 있는 회사 운영되어 있습니다. 두 번째로는 그 인근에 있어서 저희가 한 이것도 이제 한 규모가 있는 7개층 정도의 규모가 있는 건물을 전체적으로 코리빙과 코워킹 공간으로 제공하고 있는 공간이고 여기 같은 경우는 지하 같은 공간에는 공유주방이 들어와 있고 1층에는 리테일이 들어와 있고 상부층에는 코리빙과 코워킹이 작동하는 모델로서 진행이 되고 있는 상황이고요. 여기 같은 경우에도 단순하게 주거하는 공간들 뿐만 아니라 일할 수 있는 공간까지 같이 제공하는 방식들을 통해서 그 안에서의 나의 그 거주하고 경제활동을 하고 또 문화적인 활동들을 동네에서 누리고 이 모든 것들이 가능한 워킹 걸어 다닐 수 있는 거리 안에서 이루어질 수 있도록 진행이 되고 있는 과정입니다. 그래서 그 내용들로 봤을 때 지금 현재 지역의 입주자들의 만족이나 이런 것들이 결국에 어떻게 보면 내가 크게 시간을 들여서 이동하지 않더라도 내가 좋아하는 공간들을 지역 내에서 계속적으로 소비하고 문을 경험할 수 있는 그런 접근성들을 제공하고 있다는 것들을 가장 큰 장점이라고 생각을 하고 또 그 안에서의 다양한 공용 공간들이 주는 것들이 단순하게 내가 그냥 편하게 쓴다라기보다는 그 안에서 다양한 사람들을 만나고 또 입주민들과의 관계를 만들면서 좀 더 친밀하거나 좀 더 내가 이 안에 누군가와 같이 살고 있다라는 그런 안정감을 줄 수 있는 계기가 되고 있다라고 생각을 합니다. 그래서 뭐 언니 동생처럼 지내기도 하고 그런 모습들이 좀 많이 나타나게 됩니다. 그 다음에 저희가 좀 더 이렇게 좀 직주근접 형식들을 통해서 그런 다양한 그 형태들을 쉐어하우스나 코어리빙들을 제공을 했다면 그런 모델들을 조금 더 발전시키는 방향으로는 특정한 그룹들 혹은 상대적인 사회적 약자들을 대상으로 해서 어떻게 주거 공간들을 만들어 나갈 수 있을 것인가에 대한 고민을 가지고 시작한 것들이 신림동 프로젝트이고요. 신림동 같은 경우에는 사실 뭐 언론지상에서나 이런 거에서 많이 보셨겠지만 상대적으로 여성들이 살아가기에 조금 열악한 환경들을 가지고 있고 범죄에 대한 노출들이나 위험이나 이런 것들이 많이 보여지고 있었기 때문에 그 실질적으로 그런 전체적인 1인 가구가 늘어남에도 불구하고 여성 1인 가구 같은 경우에는 계속해서 감소하고 있는 그런 계속 이사나가야 되는 그 지역적인 특징이 있어서 어떻게 보면 그런 사람들에게 좀 더 안심하고 생활할 수 있는 주거 공간들을 어떻게 제공할 것인가에 대한 문제를 가지고 시작하게 되었고 저희는 그 공간을 여성안심 일상주택이라는 형식으로 제공하고 있습니다. 그래서 다양한 공간들뿐만 아니라 그 사람의 심리 안정을 위한 심리 상담이라든가 아니면 주민들과 입주자들 간의 거래 네트워킹을 할 수 있는 프로그램들이나 이런 것들을 복합적으로 제공하게 됐고 그 방식들도 공공 리츠를 활용한 방식들을 통해서 좀 더 저렴한 가격에 생활할 수 있도록 하는 구조들을 가지고 있습니다. 그래서 이거 같은 경우에도 지상으로 6개층, 지하로 1개층 정도 되는 총 7개층짜리 건물에
상층부 4개층은 코리빙 공간으로 해서 1인실과 그 다음에 다양한 생활에 필요한 공유 공간들, 주방이라든가 라운지라든가 세탁실, 그 다음에 운동할 수 있는 홈짐이라든가 홈트레이닝 공간들, 그런 공간들을 두고 있고요. 그 다음에 1층 같은 경우에는 좀 더 지역에서 개방되어서 같이 활동할 수 있는 공간들이 있고, 특히나 거기에는 지역의 청년 주거 문제들을 같이 해결하는 리빙랩이라든가, 아니면 지역에 있는 청년들에게 좀 더 심리적 안정감을 제공하기 위한 심리상담소 같은 것들을 같이 운영하고 있고, 6층에는 조금 지역에서 좀 부족한 공간들이 사실은 그런 좀 주거 공간으로서 개방되어 있는 공간들이 사실은 이런 신림동 같은 지역에서는 제공되는 경우들이 거의 없거든요. 굉장히 태평 내 내방 이외에는 다른 어떤 활동할 수 있거나 움직일 수 있는 공간이 없어서 그런 개방 공간들을 제공해 줄 수 있는 그런 뭐 서재 공간 혹은 뭐 라운지 공간들을 별도로 두고 있는 상황입니다. 그래서 그것들이 결국에는 단순하게 공간으로만 움직이는 것들이 아니라 공간에 연결되는 다양한 커뮤니티 프로그램들이라든가 서비스들을 제공하는 방식들을 통해서 움직이고 있고요. 일반적인 주거 공간 내에서 움직이는 것들은 입주민들을 대상으로 한 어떤 반상회라든가 뭐 웰컴 파티와 같은 모임들이 진행되고, 그 다음에 라운지 공간 같은 경우에는 업무에 필요하거나 아니면 개인적인 생활에 아니면 친구들이나 가족들을 접견하고 만날 수 있는 그런 응대 공간으로서 활용될 수 있도록 프로그램들이 짜져 있고, 그 다음에 그런 라운지 공간이나 이런 데 같은 경우에는 생활에 좀 더 필요할 수 있는 문화적인 프로그램들이라든가 아니면 식음이나 이런 푸드 서브스크립션 서비스, 세탁 서비스 이런 것들 연계될 수 있는 방식들을 통해서 그 다양한 공간들이 지금 여기저기로 연결되고 있고, 그 과정에서의 다양한 파트너들 사들과의 결합되는 형태들로 진행되고 있습니다. 또한 그 안에서는 주거 공간에서 필요할 수 있는 여가생활 프로그램으로서의 다양한 뭐 칵테일 만들기라든가 아니면은 뭐 리스 만들기와 같은 프로그램들이 제공되고 있는 상황이고, 또 커뮤니티 프로그램들도 같이 제공하면서 좀 더 각자의 이야기라든가 심리적인 안정감들을 가질 수 있는 그런 상담 프로그램이나 이런 것들이 진행되고 있는 상황이고, 또한 어떻게 보면 또 여성이라고 모여져 있는 친구들 간에 좀 더 본인들의 커리어라든가 생활에서의 어떤 여성으로 가지고 있는 그런 그 활동들의 같은 것들을 어떻게 극복할 수 있을지에 대해서 같이 고민하고 그런 것들을 좀 더 방법들을 찾아보게 되는 그런 그 역량 강화 프로그램들, 그런 것들도 같이 진행되고 있는 상황입니다. 지금까지가 어떻게 보면 저희가 지금 추구해왔었던 주거 진행되고 있는 주거 공간들의 모습들이라면, 저희가 앞으로 그리고 좀 더 내년이나 이렇게 좀 더 진행해 볼 수 있는 공간들은 어떻게 보면은 특정한 직업군이라든가 특정한 계층들을 그룹들을 대상으로 한 커뮤니티 주택들이 좀 더 도입되지 않을까라고 생각을 하고 있습니다. 예를 들어서 저희가 지금 창신동에서 활동하고 있는 창신하이트라는 공간들은 패션 산업들을 중심으로 해서 이루어지고 있는 패션 디자이너들과 그런 사람들의 작업 공간으로서 주로 이용되고 있는 그런 공간인데요. 여기는 기본적으로는 코워킹 오피스의 공간으로서 패션 디자이너들이 계속해서 모여들고 있고, 그 안에서의 다양한 협업이라든가 생산활동들, 브랜드 런칭과 같은 경제활동들이 이루어지고 있는데, 결국에는 그러면서 거기에 다양한 뭐 쇼룸 공간, 리테일 공간, 그다음 산업 지원 공간과 같은 다양한 컨텐츠들이 계속해서 결합되고 있는 상태이고, 그런 것들을 어떻게 조금 더 확장될 수 있을 것인가에 대한 고민을 가지고 저희가 현재로서는 진행되고 있는 거고, 앞으로의 측면에서 본다면은 기존에서는 단순한 단일한 공간들의 형태들이 계속해서 모여있는 그 단일 공간으로서의 그런 개발되고 운영되고 있는 모습들을 가지고 있었다면, 앞으로는 그런 특정한 그룹들을 모집해 있는 그런 대상들을 맞춰서 단순하게 지금 공급되고 있는 주택공간, 주거공간이 별도로 움직이는 것들이 아니라 유기적으로 연결될 수 있는 방법들에 대해서 좀 더 고민하고 있는 상황입니다.